列家は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す、町村で、鉱山と行商の町である。町域北部には、ノルト・ベェストファーレン州で、最も保存状態の良い湿原の一つが存在する。列家の町域は、現在のシュタインフルト郡内、テックレンブルガーラント北部に位置している。町域は、東は、 トイトブルクの森の丘陵から、西は、リュンマゲーストニーデルングまで、南は、ブーフホルツの森から、北は、レッカーシッチの自然保護区にまで広がっている。レッカーアー川とミッテルラント運河が町内を貫いている。町域の西部には、ハイリゲスメアホイペン自然保護区がある。自治体としてのレッケは、以下の地区から構成されている、レッグの土地利用を以下に示す。 列家は、南は、イベンビューレン、西は、ホップステン、東は、メッティンゲン、北は、ニーダーザクセン州オスナブリュック軍に属す、ザムトゲマインでノイエンキルヒエンの、ボルトラーゲ及び、ノイエンキルヒエンと境を接する。この集落の成立は、教会の設立とそれに先立つパリの、サンドニ大聖堂による、この地域の選挙を基盤としている。列家に関する、 最も古い文献は1137年に作成されたものである。当時列家の教会はミュンスター司教区に属していたようである。ミュンスター司教ベルナーによって様々な書領がコースフェルトのバルラー修道院に寄贈されている。そうした書領の中にドムス・デライス・カムカート、列家の館と農場が見られる。この文書には証人として、 初代テックレンブルク博、エクベルトが登場しており、おそらくこの頃からすでに列家地域に影響力を持っていた。1560年のテックレンブルク博領1560年の林間博領もう一つの資料として、1189年1月19日にオスナブルック市教区で作成された寄進状がある。この文書からは、貴族領主ビーボルトフォン、 ホルストマールが烈家の荘園師として、男子修道院設立のために、士官と、教会、領域の複数の農場と、水車一揆を、オスナブリュック主教に寄進したことが読み取れる。しかし実際にはこれらの財産は、修道院設立には用いられず、1200年まで、ホルストマール貴族領主家が保持した。これらの財産は、1200年の時点で初めて、 テックレンブルク博夫一世の弟にあたるオスナブリュック司教に書面による譲渡がなされた。列家は1243年に初めて教区として記録され、オスナブリュック司教区に属した。これよりずっと以前から独自の教会を有しており、1281年に初めて列家のヨハネス司祭が記録されたと考えられている。テックレンブルク博の影響は常に増大していき、 13世紀半ばには、テックレンブルク家から霊園を与えられたカペルン家がレッケにおける裁判権を行使した。テックレンブルク博夫トを4世は、アムトレッ家を設け、これにより完全に、テックレンブルク博の両方に組み込まれた。相続争いにより、テックレンブルク博領は分割された。レッケは1515 15年から、オーバーグラーフシャフトとウンターグラーフシャフトの統合に、 ともない林間伯量となったが、その後再びテックレンブルク伯領に服した。テックレンブルク伯ニコラウス4世は1541年に短期間ながらテックレンブルク伯領と林間伯量を統合した。1548年の林間伯量とテックレンブルク伯領との最終的な分割により、列家の政治、戦争、宗教上の騒乱と飢餓の時代が始まった。 オーバーリンゲンほど所有者が頻繁に入れ替わった地域はヨーロッパでは他になかったが1648年のベスト・ファーレン条約によってホラント王家のオラニエ家の所領となった帝国議会におけるテックレンブルク博の様々な尽力にもかかわらず彼はリンゲ間ン博領を再び獲得できなかった1702年に列家を含む上部博領はプロイセン領となり 1807年から1813年までの短い中断を挟んで、その統治が続いた。1816年のテックレンブルク軍創説に伴い、レッ家は再びテックレンブルガーラントの一部となった。レッ家は、鉄天ゲマインデとも呼ばれる。鉄テ天テとは、30年戦争後に、コラントゲンガーから発展し、18世紀に最盛期を迎えた行商人である。 最初はオランダに、後には北欧やバルト地方に商品を提供していた。鉄典商業は、現在も贅沢にしつらえられた破風を持つ、鉄典商人の館に見られるように、故郷に行くばくかの富をもたらした。鉄典は、オランダで芝刈り職人、冷端採掘者、農業労働者として働いた数多くのコラントゲンガーとは区別される。 ホラントガングのピークは18世紀後半であった。強度研究家のリイシュテューベが書いている通り、1760年から1770年の間、毎年春に50人から70人が、レックからオランダに働きに出た。エスペルは、主に、エムス川東岸、グローセスハイリゲスメアにまで広がるフェンキガウの一部として、1188年に、 ベルデン修道院の土地台帳に記述されている。1975年1月1日、旧イベラントの一部28ヘクタール、当時の住民79人にあたる地域が列家に編入された。列家の人口推移を以下に示す、列家の町役場列家の町議会は26議席からなる。列家の町長は2009年の選挙以降、エックハルト・ケラーマイヤーが務めている。 歴代蝶々、図柄、銀字に7本の青い横帯。その上に、霧妻屋根の銀の銘地が描かれた黒い塔。塔には3つの銀色の円形アーチの窓、その下に銀色の四角形の縦眼、さらに下に銀色の戦闘アーチの扉が描かれている。青い横帯は、中世初期から列家に居住したホルストマール貴族家の紋章と合致する。 ロマネスク教会の古い防衛塔がこの町の象徴的建造物としてホルスト・マールの紋章に組み合わされている。列記のあるテルーテミューレ列記の特別な見どころは3つのディオニシウス教会である。その中でも歴史上最も重要なのが福音主義教会である。町の中央に9世紀に建造されたこの小さな後期ロマネスク様式のザール・キルヒエは この町の最も古い建物であり、保護文化財に指定されている。第2のディオニシウス教会が、ホップステナー通りのカトリックの旧教区教会である。この建物は現在、カトリック教会組織の有限とハイムとして利用されている。第3の教会が、1953年から1955年に建設された聖ディオニシウス教区教会である。この近代建築では、 特に、旧教会から引き継いだヨハン・ハインリヒケイに日によって、制作された1755年の祭壇が文化史上重要である。1889年から1892年に、ネオゴシック様式で建設されたシュタインベックの聖フィリップス及びヤーコブス教区教会も、保護文化財に指定されている。この教会内には、ヨーゼフ・クラウトバルトの作品が、 数多く収蔵をされている。あるてルーテミューレの中には、様々な古い工芸品を展示する強度工芸博物館が入居している。また、一年の決められた日には、バックハウスで、石窯で焼いたパンや焼き菓子が販売される。さらにルーテミューレは、古籍役場としても使われており、人気の結婚式の場となっている。列家には、ハウプト通り沿いに、1977年頃に、 造営されたビュルガーパルクがある。森の屋外プールとミッテルランと運河のマリーナ・トゥルン、ウンとシュポルド・フェラインレッケは長い歴史を有している。このクラブは1927年に創設され、現在約2500人の会員を要している。ジュニアクラブから幾人かの著名な才能を排出している。例えば、かつてのブンデスリーガプロサッカー選手。 バルター・シュミットやジモン・ロルフェスはトゥースのジュニア部門出身である。第2のクラブが1930年に設立されたグリュンバイである。このクラブは成功に満ちた経歴を有している。GWS のサッカーチームはクライスリーガーへの通算順位表の第2位を占める。また、このクラブはジュニア部門でも知られている。女子サッカー世界チャンピオンのケルスティンがレフレーケスが その公的な例である。彼女は、シュタインベックで育ち、GWS でサッカーを学んだ。さらに、GWS は大きな陸上競技部門を有している。シュラインベッカー・オスターラウフや、シュタインベッカートライアスロンなどの大きな大会を組織し、ドイツ・ブンデスリーガの開催地に何度もなっている。1952年に、ドイツ人命救助協会の地域グループが結成され、 現在500人を超える会員を要している。彼らは、バルトフライバートレッケやミッテルラント運河で、監視活動を行い、町の防災活動を担っている。さらに、DLRG レッケは、例えば幼稚園の DLRG などの啓蒙活動、水泳、救助水泳教育、初動救助といった活動も行っている。レッケは、社肉祭の盛んな町である。この町では、 毎年2回射肉祭のパレードが行われる。その幕開けは、バラの日曜日、すなわちバラの月曜日の前日で、オーバーシュタインベッカーカルネバルフェラインが、パレードと共に、オーバーシュタインベックを練り歩き、1万人以上の観客を集める。しかし、射肉祭のハイライトは、レッカーカルネバルゲゼルシャフト1985、EEV が1985年から開催している。 バラの月曜日のパレードで2万5000人近くの観客が通りに集まる。レッカーの舎肉祭は20年以上その戦闘に立ち続けたフェリックス・ビュッシャーによって発展した。彼に感謝を捧げるために開催される、例えばフィルステンベルクシューレの行動での風変わりな集会ガーラやバラの月曜日前後にテントで行われるイベントは広くレッケの町外でも知られている。 政治的敗の水曜日、列挙では2002年からセディの政治的敗の水曜日という風変わりなセッションが開催されており、やがてこの種のイベントとしては、連邦でもパッサウに次ぐ大きなイベントとなった。これまでの主講演者として、フリードリ・ヒメルツ、ホルスト・ゼーホーファー、ボルフ・ガング・ショイブレ、ユルゲン・リット・ガース、オリバー・ビトケ、ローラント・コッホ、バイエルン・スモト首相、エドムント・シュトイバー、 連邦環境大臣、ノルベルト・レトゲン、デイビッド・マカリスター、アルミン・ラシェット、ヘルマン・グレーエが列挙に来た。またレギュラー講演者は、リーゼンベック近郊出身のカール・ヨーゼフ・ラウマンである。2008年には、主講演の代わりに、ポリト・イコール・トリオとして、ラウマンの他に、フィリップ・ミスフェルガーと、ペーター・パツ・ヨレクが対談を行った。列挙付近のミッテルラント・ウンガの、 水運道路交通群動と長道が 11km 南を通る連邦アウトバーン A30 号線や 17km 北を通る連邦道 B218 号線へ結んでいる。鉄道交通列車はオスナブリュック中央駅からメッティンゲンや列車を経由して来年に至るテックレンブルク北鉄道で結ばれている。この路線は 現在、貨物列車と保存鉄道が利用しているが、近代的なレギオナルバーンに関する展望が議論されている。近郊交通計画 SPNV ベストファーレンリッペは、良好な経済状況を考慮し、オスナブリュックから列車まで30分間隔のレギオナルバーンとして運行再開を目指している。この計画では、以前から存在する列車駅が停車駅となり、 さらに、列ケエスペル駅が臨時停車駅として計画されている。バス路線が列ケとオスナブリュックやイベンビューレン等定期的に結んでいる。自転車列ケは自転車道ザーゲンルートで結ばれている。船舶列ケの南部に産業製品を積み替えるための長さに1 2 0メートルの不当施設を有する列ケ港が存在する。レジャーボート用には ここから1キロメートル西に列家ヨット港がある。通勤者列家は、典型的な通勤者の町で、この町からの通勤者は、この町への通勤者に比べかなり多い。2017年時点のこの町からの通勤者数は4677人、この町への通勤者数は2031人である。列家の住民にとって、重要な職場は、イベンビューレン、メッティンゲン。 オスナブルックである。通勤者の他に、この町に住む1969人が町内で働いている。この町で働く、社会保険支払い義務のある就労者数は3996人である。DMK アイスファブリークの閉鎖及びイベンビューレン鉱山の解体によりこの数はほとんど減少していないが、その影響は今後の調査で明らかになるであろう。モーダル。 スプリットとは、町の旅客交通における輸送手段の選択の割合を表すものである。メッティンゲン、レッケ、ホップステンは似たような構造であるため、合わせて集計されている。以下の表は、その結果を示している。フィルステンベルク州でこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。